こんにちは、粟田洋介です。今日は絵の具選びの方法についてお話ししたいと思います。まあ、方法っていうか、まあ、いつも私が使っている油絵の具、アクリル絵の具、水彩絵の具、ワッシュ、不透明水彩絵の具ですね。その4種類の絵の具の説明をしたいと思います。ちょっと今まで使ったことのない絵の具を使ってみたいとか、これから絵を描きたいんだけど、何の絵の具を使ったらいいかわからないっていう方にもおすすめの内容になっております。よくこれから絵を描き始めたいという方に何絵の具を使ったら良いのかっていう質問をされることがあるんですけど、そんな時はその方がどんな絵を描きたいのかによって絵の具を選ぶことをお勧めしています。いろいろな趣向の方がいらっしゃるので、初心者だからこの絵の具っていうのはないと思うんですね。で、まあ選び方の基準なんですけど、先ほども言いましたが、どんな絵が描きたいのかということですね。例えば好きなアーティストの作品があって、こんな風に描いてみたいなタロという具体的なイメージがあれば、その作品と同じ画材を使ってみるというのも一つの方法です。そこまで具体的なイメージがなくても、こんな風に描いてみたいというイメージ、例えば淡い色で描きたいとか、ベトベト塗りたくって描きたいとか、そんなイメージがあれば、それぞれの絵の具の特徴をお話しするので、ぜひ参考にしてみてください。2つ目が何に描きたいのかということです。例えばせっかく絵画を描くならキャンバスにと思われる方なら、油絵の具やアクリル絵の具がおすすめです。紙に描きたいという方はアクリル絵の具やガッシュ、水彩絵の具、ポスターカラーなどが良いと思います。その他のものに描く、例えば服とか布に描きたい場合ですね、そんな場合は布用の絵の具を使ったりとか、アクリル絵の具も選択しても色落ちしないのでおすすめです。革製品や木などに描くときも私はアクリル絵の具を使っています。で、描いた上からコーティングします。3つ目がどんな環境や場所で使うかということですね。例えばお家で描くとか、絵画教室で使うとか、そういうことですね。公共の場所で描くときは油絵の具はちょっと匂いが強いので使うことができない場合もあるかもしれません。あとお家で描くときも、お家に匂いに敏感な方がいらっしゃるとか、ご自分が油絵の具の匂いが嫌いだとかっていう方だったらちょっと問題かもしれませんね。で、自分が油絵の具の匂いが好きかどうかわからないという場合は、画材屋さんへ行ってちょっと匂いを嗅いで確認してくるということもできるかもしれませんね。あとまた油絵の具なんですけど、乾くのに非常に時間がかかるので、仕上げたその日に作品を持ち運ばなきゃない場合はちょっと大変だと思います。ではこれからは私が使っている4種類の絵の具についてお話ししたいと思います。先ほども言いましたが、油絵の具、アクリル絵の具、水彩絵の具、ラッシュ、その4つです。この4種類を3つのポイントに分けて説明いたします。その3つというのは、1つ目が紙に描くタイプとキャンバスに描くタイプ、2つ目が油性か水性かということですね。で、3つ目が水で薄めて描くサラサラタイプと、濃く塗りたくれるベトベトタイプ。さて、これからはご自身が実際に絵を描くことを想像しながら聞いていただけたらと思います。では何に描くかということで、1つ目、紙に描くタイプ。先ほど言った4つの絵の具の中からだと、一般的に水彩絵の具、ガッシュ、アクリル絵の具です。油絵の具でも紙に下地剤をしっかり塗ることで描くことができますが、あまり一般的ではないかもしれません。なので水彩絵の具、ガッシュ、アクリル絵の具、この3つが紙に描くタイプとなります。まあ、今紹介している4つの絵の具の中からはこの3つということです。で、キャンバスに描くタイプは油絵の具とアクリル絵の具が一般的です。で、2つ目の油性か水性かということなんですが、まずはお手入れ方法ですね。まずは油性の場合です。まあ、油性っていうのはその名の通り、油絵の具が油性ということになります。油絵の具は水で洗い流せません。なので使った筆とかは水洗いができないので、専用の筆洗い液を使います。私はその専用の筆洗い液で油性で洗った後に石鹸をつけて水でこうやって洗い流します。できればぬるま湯を使っています。次は水性のものですね。水彩絵の具、ガッシュ、アクリル絵の具が水性の絵の具です。その3つの絵の具は水で洗い流せるので、筆の手入れも水でできます。なので油絵の具とかよりも手入れはお手軽なんじゃないかなと思います。水彩絵の具とガッシュ、アクリルガッシュっていうのはまた別なんですけど、不透明水彩っていうやつですね。その2つは絵の具が乾いちゃってからでも水で溶けます。なのでちょっとこれお手入れじゃないんですけど、パレットが乾燥しちゃった場合も、もう一回水で濡らすとまた再度使うこともできるし、水でパレットとか筆を洗うことができます。うっかり絵の具が筆の上で乾いちゃった場合も水で落とすことができます。先ほども言いましたが、アクリル絵の具は乾いてからは耐水性になります。
なので水で洗い流せません。私は結構ガラスのパレットを使ってるんですけど、こういうブレードでザーッとね剥がしたりします。もしくは持ち運びの時は使い捨てのパレットを使っています。筆にアクリル絵の具がついて乾燥しちゃった場合は洗うのが困難になります。アクリル絵の具で描いた作品に水がついちゃった場合も、耐水性なので水に流れ落ちるってことはないんですけど、水彩絵の具とかガッシュで描いた作品は水に濡れるとその濡れた部分がね溶けちゃったりします。で、先ほども言ったんですけど、ガッシュっていうのはアクリルガッシュっていうのと不透明水彩っていうのがあって、アクリルガッシュの場合は乾燥後は耐水性になります。なので今のポイントだとアクリル絵の具と同じような考え方でいいと思います。で、次は絵の描き方ですね。水で薄めるサラサラタイプと濃く塗りたくって描くベトベトタイプというのは私が勝手に考えた分け方なんですけど、水彩絵の具、透明水彩絵の具っていうのが水で薄めて描く一般的なものですね。私はガッシュも同じように水で薄めて描いています。水浸しにした絵の具を紙に染み込ませるようにして描きます。まあ染み込まない場合もありますし、ちょっと濃いめにして描くこともありますけど、水彩絵の具あんまり濃くして描くとひびが入っちゃうことがあります。で、薄く描くので、ちょっと薄くて淡い感じの絵が描きたいという方には透明水彩絵の具がおすすめです。ガッシュ、不透明水彩絵の具ですね。私も同じように使ってるんですけど、ガッシュの方がちょっと色素が強いみたいで、私の場合は水彩絵の具のような描き方でちょっと強い色をのせたい時にガッシュを使います。アクリル絵の具でも水で薄めてそういう風に描くことができます。ですが、先ほども言いましたが、絵の具が乾燥した時に耐水性になるかならないかで乾いてからの描き方がちょっと変わってきます。で、乾いても水で溶ける場合は、乾燥してからもまた水で溶かしたり他の絵の具混ぜたりっていうこともできます。で、ある程度は上からまた描くこともできます。アクリル絵の具の場合はもう完璧に耐水性なので、それが水に溶けちゃうことを気にしないで上から重ね塗りができます。で、次は濃く塗りたくるベトベトタイプの絵の具ですね。で、それはアクリル絵の具と油絵の具です。ベト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 、すごい濃い分厚い絵の具ベトってね描いたりするのをアクリル絵の具とか油絵の具で描けます。まあ先ほども言ったんですけど、アクリル絵の具水で薄めて描くこともできます。油絵の具も油絵の具用のオイルとかメディウムを混ぜて薄めてサラサラにして描くこともできます。油絵の具は乾燥するのに1週間ほどかかります。ただ早く乾かすメディウムみたいのを混ぜると3日とか1日とか、そのメディウムによるんですけど早く乾かすこともできます。ただアクリル絵の具の方が水が乾くような感じで乾きます。数分とか数十分とか、まあ分厚く塗った場合も何時間とかで乾きます。その日の温度とか湿度にもよりますけど。で、早く乾くメリットは描いてで乾燥するじゃないですか。そっか、まあ、上から重ね塗りしてとかそういうことが早くできます。で、遅く乾くメリットとしては乾くのに時間がかかるものですから、キャンバスについた絵の具が長い間濡れてる状態にあります。なのでその上からまた絵の具重ねるとキャンバスの上で絵の具が混ざり合います。なので例えばグラデーションをつけたりとかもしやすいですね。それが油絵の具の特徴の一つです。で、アクリル絵の具でも同じようにできるんですけど、乾燥するのが早いものですから、キャンバスにバーって色塗って、それが乾かないうちに別の絵の具で塗ると、さっき言ったみたいなことができるんですけど、乾燥時間が早いんで、それ素早くしなくてはなりません。なので、素早くそういう描き方をしないと乾燥してしまって、まあ、重ねるようになってしまうということですね。で、油絵の具が乾くのに時間がかかるので、ずっとここが濡れた状態だけど、結構乾かなくてもあって重ね塗りできるんですけど、また乾いた上から重ね塗りするってまた別なんで、まあそこがデメリットかなと思います。まあだからどっちが好きかということですね。あとね、油絵の具とアクリル絵の具だと出来上がった時の質感がやっぱアクリルプラスチックと油なので、なんか質感がちょっと違います。個人的には油絵の具の方がなんか質感がリッチなような気がします。何種類か試してみる方法なんですけど、例えばワークショップに参加してみるなんてこともできますね。もしくは自分で絵の具を買い揃えて自分で描く場合なんですが、絵の具ってちょっといっぱい買うのは大変だと思います。まあ何種類買ってもいいよって方だったらまあいっぱい買って描けばいいんですけど、ちょっと大変だって場合は白黒の絵を描いて試してみるっていうのもちょっと安上がりな方法だと思います。水彩絵の具とかだったら黒1本で白黒の絵が描けるし、アクリルとか油絵の具でも小さい白
と黒の絵の具を買えば試すことができると思います。なんで例えばアクリル絵の具と水彩絵の具を試してみたかったら絵の具3本買えば済んじゃいますね。とキャンバスと紙、まあアクリル絵の具だったら紙に描くこともできるんで、そんな感じで試すこともできます。前回の動画で水彩絵の具とアクリル絵の具で白黒の絵を描いたものがあるので、よかったらぜひご覧になってください。最後に私自身がそれぞれの絵の具をどんな経路で使うことになったかのお話をします。結構くだらない理由だったりしますけどね。私は物心ついた時から絵を描くことが好きだったんですけど、まあ絵の具を初めて使ったのが確か幼稚園で水性の粉の絵の具をなんか使ったのを覚えています。で、多分日本の学校行った人なら多くの人が私と同じなんじゃないかなと思うんですけど、小学校の時に水彩絵の具を使いました。小学生用の水彩絵の具ですね。学校で使うやつですね。で、中学校になるとこれも多分皆さん同じだと思うんですけど、透明水彩絵の具、それからポスターカラーっていうのを使いました。それから高校なんですけど、なんと美術の授業のない学校へ行ってしまいました。まあ授業中に落書きとかしょっちゅうしてましたけど、その頃あんまり描かなかったけど、家で中学校の時使ってた絵の具を使った記憶があります。で、油絵の具を初めて使ったのは大学のペインティングの授業でした。私はアメリカの学校へ行っていたので、ちょっと日本の大学と違う感じだと思います。で、まあそのペインティングの授業なんですけど、本当はアクリル絵の具を使わなきゃいけない授業なんですけど、なんか一人だけ油絵の具を買って持っていきました。理由はちょっとくだらないんですけど、まあ子供の時から画家といえば油絵の具って感じで油絵の具に憧れていたんですね。まあそれだけの理由です。で、ダッシュ不透明水彩絵の具ですね。これは美術系の大学に編入したんですけど、その時のブックストア、美術系の学校なので小さい画材屋さんみたいなブックストアだったんですけど、そこでガッシュを見つけて、それでなんか使ってみたっていうのがきっかけです。で、アクリル絵の具もその美術系の学校に行った時に初めて使いました。別の学校で油絵の具使っちゃったもんだから、アクリル絵の具で絵が描きたいってずっと思ってたから、ちょっとまた嬉しかったです。そんな感じで私がそれぞれの画材を選んだ理由っていうのは、使い勝手とかじゃなくてすごいいい加減な理由だったり成り行きだったりしたわけです。だからこの絵の具ちょっと使ってみたかったとか、なんとなくとか、なんかそんなんでも絵の具を選ぶ基準なんてほんといろいろあって、あんま難しく考えなくてもいいんじゃないかなと個人的には思います。というわけで今日は絵の具を選ぶ基準についてお話ししました。この動画が良かったと思われた方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。